村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。強く生きるのです。強く。誰がいねえのか。頼む。
誰か頼むよ、開けてくれ。己の身に慈しみを欲するならば、近場の社を詣でるがよい。ちゃんと鍛錬を積んでおきゃ。このような不覚を取るとは、油断さえしなければ。
おかしなものまで見えてきやがった。わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。は技の終わりにて構えを整え斬新を示せば気力は瞬時に充実する。よし、これで奴らを追っ払ってやる。尽きた気を斬新にて満たせば気は強烈し、どこにも打ち払う。
貫いてやるわ。切らして隙だらけじゃ、一つにしてやるわ。一撃で射抜いてやる。
辱められるくらいなら、おっかさん、ごめんなさい。持てるもんだけ持ってさっさとずらかるぞ。思って身動きもできんとは。僕の次はあやかしか。果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさむ。
なんてこった。お前の腹の中には。誰かこの地獄を終わらせてくれ。
どうかと天罰を。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。おお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。
呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあどうする。よし、どうせ行くとこないんだろ、来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので喋れないのは何か訳が。あ、すまん。ま、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろう、秀の字。